ダンモアの戦争は、1773年から1774年にかけて行われたアメリカのバージニア植民地のイギリス人入植者によるショーニー族及びミンゴ族インディアンに対するインディアン戦争である。オハイオ地方に侵入してきたイギリス人は同地に領有権また狩猟権を持つインディアンから領土を奪い植民を進めようとした。インディアンたちは白人の侵略に対して武力で応戦した。バージニアのイギリス総督、ダンモア伯ジョン・マーレーは、植民地議会に対して、敵対するインディアンへの宣戦布告と、戦争実行のためのえりすぐった志願民兵隊を組織するよう求めた。紛争の発端は、イギリス植民地人の領土侵略による、インディアンとの暴力紛争が拡大したことである。イギリス植民地人は1768年に、結んだ、スタンウィックス・トリデイ条約に従って、オハイオ川の南、今日のウェストバージニア州やケンタッキー州を探検し、入植する者もいた。インディアンはその地域での狩猟権を持っていた。インディアンの狩猟隊や、戦士団による、白人入植者への襲撃が続き、白人たちは、敵対的なインディアン部族を制圧するために戦線を、布告した。この戦争は1774年10月10日、ポイントプレザントの戦いで、バージニア軍が勝利した後間もなく終わった。この、バージニアの勝利の結果、インディアンは狩猟の権利を失い、オハイオ川をインディアンとイギリス植民地の境界とすることを認めさせられた。この条約は、白人の要求に従って、インディアンの酋長たちが署名するというものであるが、そもそもインディアンの酋長は、調停役であって、部族の代表権はなく、指導者でもない。彼らが、署名したからといって、部族民全体がこれに従わなければならない理由は、合議制であるインディアンの社会にはない。インディアンは全てを共有することを基本文化としていて、土地や狩猟の権利を他者に奪われるという白人の理屈は、理解できなかった。酋長を、部族長だと勘違いしている白人たちは、酋長が盟約したから、全部族民がこれに従うだろうと期待した。しかし前述したように、インディアンの社会は合議制であり、白人の頭ごなしの扱いに、部族員が納得するはずがなかった。当然、インディアン部族で内輪もめが起こり、条約によって、インディアンの権利が奪われたとする抗戦派と、これ以上戦争を続ければ、結局は、力のあるイギリス植民地に皆殺しにされ、さらに領土を奪われてしまうと感じ取った、沿線派との間で紛争となった。イギリスの植民地人とイギリスの政府との間に、戦争が起きた時、インディアンの抗戦派も喚起され、他の部族にもイギリス入植白人を襲うよう、呼びかけたのである。オハイオ川の南の地域は、長い間イロコイ連邦が領土として主張していた。イロコイ連邦は、北部植民地では、最大勢力の部族だったが、ショーニーやデラウェア、ミンゴなど、他の部族もこの地域に領有権を主張し、また狩猟も行っていた。このオハイオをめぐる、英仏の争いが、両者の戦争である7年戦争の原因の一つであった。この戦争は1763年の、パリ条約によって終わり、フランスは全北アメリカの領有権を放棄することになった。1763年にイギリス軍とカナダの諸部族との間で条約をめぐって戦争が起こったことも懸念の一つとなり、同年イギリス政府は先住民をなだめ、かつ入植者との対立を防ぐためにアパラチア山脈の西部をインディアン領とする国王宣言を出した。しかしながら、7年戦争の勝利によって、同地域への入植が進むことを期待した植民地人にとって、この宣言は不満のもとであった。そのため1768年、イギリス側の役人は、アパラチア山脈西部への領有権を主張する、イロコイ連邦と交渉を行ってスタンウィックス・トリデイ条約を締結し、オハイオ川南部地域を割譲させたのである。しかしながら、オハイオにいたインディアン部族は条約への署名を拒否し、その狩猟権を守ろうとした。この抵抗に対して、イロコイ族の宿敵だった、小ニーは、反イギリス、反イロコイの大同盟である、小オハヨ同盟を組織し、イロコイ族を追い出そうとした。しかし、イギリスとイロコイ連邦は、外交的に、小ニー族を孤立させようと働きかけ、1774年に、ダンモアの戦争が起こった時、小ニー族はあまり同盟部族もいないままに、バージニア民兵隊と向き合うことになった。1768年の条約締結の後は、イギリスの探検家や入植者がその地域に入り始めていた。1773年9月、ダニエル・ブーンという著名な領主が50名ほどの入植者集団を連れて、インディアンの領土を侵犯し、現在のケンタッキーに初めてイギリスの入植地を作ろうとした。10月9日、ブーンの長男ジェームズと少数の男や少年が、主部隊から離れて、物資の調達に動いていたところ、デラウェア族、小ニー族及びチェロキー族の一隊に襲われた。歴史家のジョン・マックファラガーの言葉を借りれば、インディアンたちは、入植者たちに反対するメッセージを送ることを決めた。ジェームズ・ブーンと他の少年たちが捕まえられ、陰惨な拷問を受けて死んだ。この殺人の残酷さが入植者たちへの衝撃となり、ブーンたち一行はその遠征を中止した。この虐殺はダンモアの戦争の最初の出来事だった。その後数年間、条約に反対するインディアンたちは入植者を繰り返し、襲い、遺体を損傷したり、生き残った者を拷問して死に至らしめたり、また女や子供を捕まえて奴隷にした。入植者の中にいたマイケル・クレサップ大尉は、モノンガヘラ側のレッドストーン・オールド砦にあった交易拠点の所有者であった。クレサップは、バージニア植民地政府の承認を得て、ミドルアイランド、クリークの河口とその下流に広大な土地を手に入れ、1774年早春、一隊を引き連れて、そこの入植に向かった。もちろんこれは地主であるインディアンの承諾を得たものでは、ない。エベニーザー・ゼーンという案内人で後に、インディアンファイターと呼ばれた男が、クレサップと同時期に同じ道筋で、小さな集団と共に、サンディクリーク川口近くに所有した土地に向かった。さらにもう一体、独立戦争で将軍にもなったジョージ・ロジャース・クラークを含む大きな集団が、リトルカノーハ川の河口に集合し、ケンタッキーの入植地に向かって川を下る前に、遅れてやってくるバージニアの者たちの到着を待っていた。リトルカノーハで待つこと数日の間に、クラークたちのもとに敵対的なインディアンの集団が、交易業者、測量士らオハイオに入り込んだ白人から、略奪や殺人を繰り返しており、小ニー族を中心とするオハイオのインディアン同盟が、白人と戦争をするつもりらしいという知らせが届いた。これを聞いた一行は、ケンタッキーの目的地の行きすがらにある塩戸川の川口近く、ホースヘッドボトムと呼ばれる、オハイオインディアンの集落を襲おうと決めた。しかし、ことにあたっての問題は、一行のほとんどが戦争の経験がなかったので、誰が攻撃の指揮を取るかということだった。ちょっとした議論の後でクレサップに頼もうということになった。クレサップは一行から 24km ほど上流に降り、彼らの後を追ってケンタッキーに入ろうとしていた。また戦闘の経験もあった。クレサップが呼びにやられて、すぐに一行の元にやってきた。また、作戦の議論が続いた後で、クレサップは小ニー族=オハイオ同盟が、確かに敵対的ではあるが、戦争が避けられないと意思表示したわけではない、と言って攻撃を思いとどまらせた。クレサップはさらに作戦を実行すれば疑いもなく成功するだろうが、確実に戦争につながり、その攻めを取らされることになるとも言った。その代案としてクレサップはホイーリングに戻って数週間なり雪に注視し、事態が収まれば、ケンタッキーへの旅を再開するという提案をした。一行は同意した。一行がホイーリングに着くと、町全体が大騒ぎになっており、インディアンの襲撃から生き残った者たちは凶行をきたして、インディアンの野蛮行為に屈服したことと失ったものについて語った。女子供の生命を危ぶんだ周辺の白人入植者が町の防衛のために集まり、クレサップの周りには戦おうという意志のあるもので膨れ上がった。この集団が到着したという知らせがピット砦に届けられ、砦の指揮官、ジョン・コノリー大尉は周辺のインディアン部族にその意図をはっきりするよう伝言を送ったので、ホイーリングに数日泊まっているよう伝えてきた。これに対する返事としてコノリーが言う通りにするという伝言が発せられたが、それがピット砦に届く前にコノリーからの2度目の伝言が入った。その内容はクレサップに当てて、小児族=オハイオ同盟が戦争をするつもりがあるという合図を送ってきたというものだった。4月26日に協議集会が開かれ、クレサップがコノリーの伝言を聴衆に読み上げると、戦争が宣言された。次の日、インディアンのカヌーが川で見かけられたので、パイプクリークを 24km 下って追いかけてみると、インディアンに遭遇し、戦闘になった。双方に数人の負傷者が出た。さらに次の日、クラークの一行は、パイプクリークでの攻撃に対して報復が予測されるので、ケンタッキーに進むという当初の計画を中止した。クラーク隊はクレサップ隊と合同で、レッドストーンオールド砦のクレサップの本拠に向かった。ハンソン大尉の日記より4月20日。我々はカノーハ川河口に向かって26マイル進んだ。到着すると様々な身なりの人々26人がいた。土地を耕す人がおれば、測量を行う者もいた。彼らは、幾度音にインディアンのことを話した。彼らの中の一人が、インディアンの言葉を介したので、フロイド氏と他の測量士が同行を申し出たが、彼は拒み、我々には頭の皮に気をつけるよう告げた。我々は川口から7マイルを切るところに盆地を見つけ、そこが奥行きが20マイル、川岸の南は6マイルの幅があって良い土地だと教えられた。我々が人々にあった北の橋は砦に向いているようであり、私の考えではそこは他の盆地の場合とは異なり氾濫はしないと見た。フロイド氏と他の測量士はここで人々に歓待された。西バージニアにあるミンゴ族のローガン州長の彫像パイプクリークの事件が起こった直後にミンゴ族のローガン州長の親戚が殺された。ローガン州長はこの時点まで入植者に対して友好的であった。ローガンとその狩猟隊はホイーリングから上流約 48km のイエロークリークでベイカーズボトムからは川向こう、オハイオ川の西堤に野営していた。4月30日、狩猟隊の何人かが慣習となっていたラム酒の配給を求めて、川向こうのベイカーの酒場に行った。彼らには小さな白人の子供が従いていた。ローガン州長が入植者家族の殺人や誘拐に関わっていたか、あるいはその子供を他の小児族=オハイオ同盟から得ていたか何も明らかではない。それにもかかわらず、周りの入植者たちに伝言が伝えられた。ミンゴ族の男が酔ってしまった時に、それまで伏せて待っていた入植者が、インディアン全員を殺し、子供を救い出した。殺人を犯した白人は、キングスクリークの川口近くに住んでいた入植者、ダニエル・グリースハウスの指導で動いた。この白人による野蛮な行為の知らせが、ローガン州長のもとに届いたとき、彼とその仲間はクレサップ大尉が、白人の主犯格とみなしていたので、この攻撃もクレサップの仕業と信じ込んだ。しかし、この事件に詳しかった者が、グリースハウスと、その一党が攻撃の実行者であり、クレサップは、全く関わっていないと伝えた。辺境にある入植者は、この攻撃によって、オハイオの残りのインディアンたちが、小児族=オハイオ同盟に加わり、辺境全体が戦争に突入するだろうと実感した。辺境に残っていた入植者はすぐに安全を求め、商用祭に入るか、入植地を捨てて、モノンガヘラを越えて、東に逃げるか、多くの者が、アレゲーニー山脈を越えて逃げ去った。この恐れは十分根拠があった。ローガン州長ラミンゴ族はこれまで、白人と小児族イコール、オハイオ同盟の間の干渉体となっていたが、この白人の野蛮な虐殺によって立ち上がり、白人入植者の追い出しに加わり、モノンガヘラから西の入植白人に対して、白人にされたのと同じように、殺人、強姦、略奪及び破壊行動を始めた。1774から1774年5月5日、小児族は彼らに送られた弔意と伝言に対し、次の回答書を配って、ダンモア知事と直接話し合うことを求めた。兄弟たちよ、我々は、ホワイトアイズからあなた方の弔意を受け取った。クローガン氏とマッキー氏が言っていることについては、すべて嘘だと見ており、多分あなたが言うことも嘘かもしれない。しかし、あなたが我々に話しかけた最初の機会なので、あなたの言うことを聞こう。また、我々があなたの言うことを聞くのは、我々が白人から聞いてきたことよりも、真実を語っていることを期待する。オハイオ川をたびたび上下し、そこに入植地を作っているのはあなたであり、あなたが前にも告げたようにあなたの賢明な人々が、共に会してこの問題を相談し、あなたが強く問題を考慮してくれることを望む。同胞よ、我々は、あなたがこの川の主樹の場所に集めた戦士を率いて、我々に話しかけるのを理解する。戦士たちが砦を作っているのを、我々は理解する。あなたが言うことを聞くように求めたので、我々はそうしよう。しかし、あなたが我々に話しかける、同じやり方でだ。低地帯の集落にいる我々の同胞には、州長がいないがすべて戦士であり、あなたの言うことを聞いた方が良いというなら、そうする用意もできる。あなたは、あなたの側の人々が我々にしたことを気にかけるなという。我々は、我々の若い男たちが今するかもしれないことに注意を払わないことをあなたに望む。あなたの戦士たちに言うことを聞いてほしいと望むときは、疑いもなくあなたは戦士たちを支配できる。我々は、我々が望むときに同じ忠告を得ることを期待する理由がある。すなわち、我々はバージニア知事から話を聞けたらばということである。1774年5月早く。ダンモア知事は、オハイオのイエロークリークと他の場所で、インディアンと白人入植者の間での敵対行動が始まったという知らせを受けた。これに対して、ダンモアはすぐに議会に民兵隊を組織し、オハイオ川渓谷に遠征隊を送る、費用捻出を要求した。この部隊を率いたダンモアは、オハイオ川まで進出しそこで部隊を二つに分けた。一つは、ダンモア自身の指揮でピット砦からオハイオ川を下る。もう一つは、アンドリュー・ルイス大佐の指揮で、ユニオン宿営地から、グレート・カノーハ川の河口で、ダンモアと落ち合うというものだった。この全体計画の下で、ダンモアは、ピット砦に行き、さらに、オハイオ川を下って9月30日に、フィンキャッスル砦に着いた。この砦は、ダンモアの命令でホイーリングに、最近建設されたものだった。ルイスの部隊は、1100名の兵力で、ユニオン宿営地からカノーハの上流に進み、続いて計画通りの集合地点に向かって川を下った。ルイス隊は10月6日に到着したが、ダンモア卿は、すでにそこにいなかったので、オハイオ川上流に伝令を送りカノーハ川口に到着したことを知らせた。10月9日、ダンモアからの伝令が到着し、計画通りカノーハ川河口に行く代わりに、その時は、ホッキング川川口に降り、そこから直接しようとの、小児族集落に向かうことを伝えた。同時に、ダンモアはルイスにオハイオ川を渡って、小児族集落まで来るように命令を伝えた。10月10日、ルイス隊が、オハイオ川を渡り始める前に、コーンズトーク州長らインディアン戦士団に吸収された。ポイントプレザントの戦いはほぼ終日続き、白兵戦になった。ルイス隊は、ルイスの兄弟を含み200名の損失を受けたが、結果的に、オハイオ同盟を打ち負かし、オハイオ川を渡って撤退させた。ダンモアとルイスは、それぞれの地点からオハイオに入り、シオトの小新族集落から 13km の地点まで進軍し、シッポクリークにシャーロット宿営地と呼ぶ一時的な宿営地を作った。ここでダンモアたちはコーンズトーク州長に会って停戦交渉を始めた。ローガン州長は戦闘を止めると言っていたが、正式の停戦交渉の場には出席しなかった。小ニー族は停戦条件を飲んだが、民豪族は拒否した。このためにウィリアム・クローフォード少佐がシークンクあるいはソルトリックタウンという民豪族の集落の一つに送られた。クローフォード部隊は240名の戦力で民豪族を虐殺し、彼らの集落を破壊した。これらの作戦行動と、シャーロット宿営地での小ニー族及び、民豪族の降伏で、実際の戦争は終わった。ダンモア総督はすぐに帰途につき、レッドストーンというギオゲニー側のグレートクロッシングを、経てカンバーランド砦につき、そこから、バージニアの首都に帰った。ダウド、スピリテッドレジスタンス、42-43、ファラガー、ダニエル・ブーン。89-96、クオートオン93、ローファロ、アメリカンライフ、44-49、アメリカンアーカイブス、フォースシリーズ、ボリューム1、P479。ありがとうございます。